皆さんこんにちは、久野松翔です。今回、前回ね、ちょっとお届けしたように栗原選手のミュージックビデオを、撮影行ってきましたので、今回はその楽曲のレコーディングにやってきました。今回もアクロポリスさんにお世話になって、今からレコーディングをやっていきたいと思います。ただ今回は9月の1日に、ミュージックビデオをまず一発目に公開したいなと思っているので、ちょっとレコーディングの風景で歌は、ちょっとしかお聞かせできないと思うんですけど、なんかレコーディングやってる風景を少し皆さんにお届けして、9月1日のミュージックビデオ、楽曲の配信開始まで、お待ちいただければなと思ってます。なので今から早速レコーディングをやっていきます。今回はね、誰の曲に似てるかな、声キー的にはケンタの、今宮選手の登場曲寄りの楽曲になっていて、ちょっとキーが高い明るい歌というか、そこに力強さを持たせられたらいいなと思ってるんで、今までの僕のちょっと高音の優しい感じというよりかは、どうにかして力強さっていうのをサビに持っていきたいなと思ってるので、今回チャレンジとしてはサビの部分、いかに高音を力強く出せるかっていうところに着目して、そこを頑張っていきたいなと思ってます。なので、今からレコーディングやっていきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。マジで今回の曲高いんで、マジでウォーミングアップ、ストレッチ、声出し結構大事になってきます。でもこの曲は本当に力強さを出せればめちゃくちゃ背中を押せる一曲になると思ってるんで、マジで気合い入れて頑張っていきたいと思います。はい、じゃあまず1番の A メロからお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速1番の A メロからいきたいと思います。誰かに否定されたっていい、無理だと笑われたっていい、自分の道を行けばいい、後悔しなきゃそれでいい、やりたいようにやればいい、いつでも君は君でいい。もう一回いきます。誰かに否定されたっていい、無理だと笑われたっていい、自分の道を行けばいい、後悔しなきゃそれでいい、やりたいようにやればいい、いつでも君は君でいい。はい、これでいきます。もしここで諦めたら、もう叶わない夢がある、立ち止まってる暇なんてないよ、もしここで諦めたら、もう叶わない夢が、もしここで諦めたら、もう叶わない夢がある、立ち止まってる暇なんてないよ。そこだけ言っていいですか、上の産業。はい。もしここで諦めたら、もう叶わない夢がある、立ち止まってる暇なんてないよ。掴むんだ。以上で。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今全部撮り終わりました。なんとね、スムーズにいって結構早く撮り終わることができました。今回の楽曲を、今から修正していって、ミュージックビデオの編集と兼ねて、配信を9月の1日を目標に、これから頑張って進めていきたいと思います。なのでね、9
9月1日に、栗原選手の届く応援歌、皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。以上、今回はですね、あんまりお聞かせすることはできませんでしたが、9月1日の、ミュージックビデオ配信まで楽しみにお待ちしていてください。力強い音楽、歌、撮ることができたので、僕自身も納得のいく満足できるレコーディングになりました。なので僕自身も完成を楽しみにして、9月1日待ちたいと思います。以上で栗原選手の応援歌レコーディング風景をお届け以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。